中日ドラゴンズが海外の野球ファン向けに、英語版チケット購入サイトの公開を開始した。この新しいサイトは、明日から利用可能となる。公式ツイッターでの告知では、我々は海外のすべての野球ファンがチケットを簡単に購入できるようにすることを望んでいます、と発表。サイトは明日の10時からアクセスが可能だ。この取り組みは、グローバルなファンベースの拡大を図る中日の戦略の一環。野球を通じて国際的なファン層を取り込む試みであり、英語圏のファンにも中日ドラゴンズの魅力を伝えるいい機会となるだろう。外国人にも優しい素晴らしい球団。東京のホテルみたく、野球のチケット価格も外国人価格にならないでね。外国人も中日に満たされる素晴らしいサイト。大丈夫？海外の人に笑われるだけだよ。なんだこのクレイジーな采配は、で。この前パノラマで外人さんたちと、ドラホーのハイタッチしてきたわ。ドラゴンズファンの外国人とか、そんな激渋な人たちはいるのか、みんなドジャースと勘違いしてんじゃないか。すごいな、いい試みや。外国人ファンが増えてきたんかな？10年前くらいにドームに行くと、和田さんの湯に来た外国人ファンをよく見た思い出あるわ。ワンチャンここのチケットが穴場になったりしないかな。名護戸に来た外国人観光客、なぜドラゴンズには OPS の低い打者が多いんや？なんでバントばっかりするんや？インバウンドかな？海を渡ってくる人はいないだろうから、訪日観光客向けの紅葉にしようという意図なのか。すごく偉い。あ、ぼちぼち、名護戸に外国人いるのを目につけたな。ドジャースに見せれば爆売れか。ドジャースのチケットと間違える人いる説。外国人のドラゴンズファンもこれで感染しやすくなるな。どれだけいるかわからんが。どんどん外国人ファンを取り込んで、この素晴らしい球団を布教しよう。